大谷の試合前の生活ほぼお前らと変わらない。明日のオールスターに向けてシアトルではこれ取材が行われている。夢の舞台で大谷と千賀が久々の再会を果たした。その後大谷は約30分間日米メディアに対応。日米のメディアからの多くの質問に答えた。翌日に迫ったオールスターへの意気込みを問われると、ホームランを打ったことがないのでまずは打ってみたいと決意を口にし、よりアグレッシブにフォアボールを取るよりはどんどんスイングした方がみんな楽しいんじゃないかなと思うので積極的にスイングはしたいなと思っていますと意気込んだ。とりあえず大谷はオールスターでホームラン打てばええんやで、オールスターでホームラン打ってほしいけどシーズンにも取っててほしいという贅沢な悩み。わかる。仮にオールスターで1試合2本打ったとしてもワンシーズンで打てば成績爆上げなのにというコメであふれ返りそう。高校生の時からメディア引っ張りだこの大谷と育成出身で泥水すすってきた千賀、完璧な対比が美しいわね。千賀も嬉しいやろな、メジャー行きたいってずっと言ってたしな。また大谷は自身の睡眠ルーチンについて問われると、ホームは朝ごはんで1回起きてまた寝る、9時半10時くらいに起きてご飯食べて寝て、また起きて球場行ってまたご飯食べていますと明かしていた。お前らやん。どう見てもワイやん。ワイは大谷翔平だった。ワイも先週飯食って寝て飯食って球場行ったで。これはワイが大谷と言っても過言ではないのでは。なんや、大谷とワイって同レベルやったんか。大したことないな。ガチでただのニット野球ファンと変わらんな。万博すぎるだろ。大谷はドカ食い気絶部員だった。ぐうたらだな。3年寝たろうかよ。道理でなんか親近感覚えるなって思っとったわ。食っちゃねって批判されるけど一番体育つんだよな。朝は何時に起きてるんやお。ワイもその時間に起きて翔平おはようってつぶやきたい。食っちゃねって言ってるけど誰が皿洗ってるの。翔平が皿洗いして皿割って手を怪我したらどうするんだ。ハウスキーパーさんだろ。アメリカやヨーロッパは共稼ぎサラリーマンレベルでも使ってる。そんな心配するファン初めて見たわ。草